はい、こんにちは、野方ひろです。今日はね、また買い物しちゃったんですけど、これ何だと思います？開けましょうね。じゃーん、ヘルメット。いや、これアマゾンで買ったんですけど、買う様子はこんな感じなんですけど、はい、じゃあこれおなじみの画面だと思うんですけど、こんなヘルメットがあるんですよ。インナーバイザーがついて、こんなシステムヘルメットなんですよ。で、これが値段が7,800円で、同じのがね、ヤフオクで出てて入札したんですよ。で、そしたらオークション終了2分前ぐらいに入札取り消しされちゃったんですよ。多分ね、1円スタートでこれより安く落札できそうだったんですけど、ちょっとね、この金額以上にならないとね、取り消されちゃうんだと思うんですよね。ひどいですよね。ということでね、こっちのアマゾンで、買ってみたいと思います。いやーね、このやばいの買っちゃったんですけど、じゃあ早速開けてみたいと思います。おう、レッドブルですよ、これ。こんな感じですね。中はこういう感じ。これがどうやって外すのか。あ、なんかカチカチがついてますよ。まあ安全性をともかく結構ね、これ便利ですよね。じゃあ早速かぶってみたいと思います。軽っ。軽いですよ。なんか何にも入ってないみたいな感じ。安全性はやばそうですね。こんな感じ。どうすか。でも今ね、被るときになんかバキッていったんですけど、大丈夫。もう早速取れてますよ。どうやって持ってるのこれ。あ、こうね、パキってはまりました。これ邪魔ですよね。多分外せるんだと思うんですけど。で、これフルフェイスなんですけど、開くんですよ。ちょっとかぶって開けてみますね。こんな感じなんですけど、ここまでしか開かないですよ。開けると何にも見えない。まあこんな感じですね。で、あとね、インナーバイザーがついてるはずなんですけど、インナーバイザーどうやって出すんですかね。あ、これここかな。
ここ、これ、このレバーをやると多分出てくるんだと思います。ちょっともう一回かぶってやってみます。こんな感じ。今ね、国産のヘルメットでもね、インナーバイザーついてるの結構ありますけどね、これ便利ですよね。一応ね、シールドはこう接度があるんですよ。でもちょっとなんかね、ガタつきありますよね。でもこれ、開いてもこれじゃ全然見えないから、これじゃ開いても意味ないですよね。まあタバコは吸えそうですけど、まあ僕はもうタバコやめちゃったんで意味ないですよね。ジュース飲むときにちょっとこう飲めるぐらいですかね。なんだよな、これじゃ。本当にここまでしか開かないですかね。なんかちょっとね、なんかね、ここにねレバーがあるのを発見したんですよ。これ引いたら開くかもしれないですよ。このレバーをこっち引いて、あ、開いた開いた、開きましたよ。あ、これここのレバーを引くとこう開くみたいですね。でレバーを引かないとここまで。でフルオープンするにはめっちゃ大変ですよこれ。よっ、お、あ、これで開いた。開きましたよ。あれ、今度シールド取れちゃった。なんだよ、もうわけわかんない。あ、これシールドのレバーですね。シールドはなんとか固定できたっぽい。あ、固定できてないや、もうわかんない。であと一応こうベンチレーションみたいなのがついてるんですけど、一応これ開けると中にこうなんか金色のネットみたいになってて、でも中華にありがちなここを開けてもこうなんかどこにも穴がつながってないとか、裏にはね、穴ないですね。穴ないです。それから、あと、ここになんかレバーみたいなのがあって、あ、ここは一応ね、見えるかな。開いたり閉まったりしてますね。でまあここもネットみたいになってるから一応こう風が抜けるのかな。でもこれフォックスのマーク入ってますけど、あれですよね、これモトクロスのヘルメットのデザインですよねきっとね。いやー、どうなのかな。じゃあとりあえずね、これ乗ってみたいと思います。どんなもんなのか。なんかね、転んだら一発で行きって感じですけど大丈夫なのかな。まあ、高速とかね乗んなきゃね大丈夫ですよ。サーキットとかで転んだらもうアウトっぽいですけど、あねえ大丈夫かな。ということで、じゃあちょっと行ってみたいと思います。